話は大宮から始まるんですね。よし、トラック勝負絶好調の5連勝だ。中身は最新の最強サイズがマジ。外見はバリバリのアート。ほれぼれするね。さて、一つの場所に留まるのは俺の柄じゃないし、そろそろ次の土地へ行って担ぐか。これなんだこれ。おお？え、女の人？何これ？てててて。顔面直撃した。こら、何しやがんだ。気をつけて歩きやがれ。ひどいね。このまたこのなんか、ぶつかってそんなに、なんだろう、言ってくる人もいないっすよね、あんまね。いや、早い早い早い、もう、きれいな人だ。なんかわかるけどさ、ハートマークとか。大丈夫ですよ、お嬢さん。僕は無敵の男ですからね。無敵って。ロザ、どうかしました？すごいよね。なんでわかるんだろうね。え？そうですけど。やばいぞ、誰だよこれ。全然知らないぞ。どなたでしたっけ？さあ、誰だこれ。さより、確か俺がガキの頃、故郷にそんな名前の子がいたような気がするな。おやじさんの仕事の関係で引っ越していっちまったって記憶があるけど、そうか。大宮に来てたのか。でも、さゆりって。で、これ3つなんでね。これ難しいね。まあ、こうじゃないですか。そうだったのか。すごく似合ってるよ。うん。見た目がね、主人公変わってないんだねっていう。逆に言うとね、分かっちゃうぐらいだから。さより、綺麗になったよな。小学校とかね、そういう小さい頃とか顔変わりますからね。ああ。ドキドキしても喋れないや。なんでそんなことしてんの？田舎でしょ？こいつら。田舎出身でしょ？どうせ。おう、最近じゃ最速って噂されてんだぜ。さゆりは何してんだ？ちょっと待って。一般的に女子大に行くっちゅうので18から22だ。主人公結構若いんだね。俺40ぐらいかなと思ってた、ずっと。あ、そうなんだ。若いんだ。へぇぶつからないよ。気をつけていけよ。もうしばらくこの辺で仕事しよっと。どうなのこの話。ん？何これ？ん？なんだおっさん。どけよ。仕事の邪魔だ。オタクはいいから、用があるなら早く言えよ。なんだと、実力がないかどうか自分で確かめてやり、見やがれってんだ。すごいね、みんなね。威勢がいいよね、みんなね。これからそのところだ。俺はトラック野郎だ。そんなこと言われなくてよくわかってるんだよ。すごいね、これね。喧嘩で。よし、積みを選ぶぜ。ね、かまぼこか自転車か宝石っていう、これね。何が一番いいんでしょうね。宝石が一番儲かりそうですけどね、こうやって見るとね。ただ、こうぶつけたりするとね、それでマイナスとかが多そうな気もするね。まあ、自転車ぐらいでいいんじゃないですかね。うん、無難だね。主人公の車結構でかいね。派手だな。
だいたいね、3回ぐらいウィンク上げて、こう曲がっていくっていう感じで。ねえ。一番右はね、追い越しなんで、あんま使っちゃいけないですよね、追い越し以外には。ずっと走ってくるのにしょ、こうやって右側をね、避けてもらわんけ。危ない危ない危ない、できた今左車線から。だいたい2分ぐらいね、あの車線右側にいたらアウトなんて言われてますけど、このゲーム多分タイムリミットってこれあれでしょ、これ今左上にありますよ、これ多分あと3時間って言うんでしょ、これ3時間8分か7分ってことはないでしょ。一番右側の99じゃなくて60からカウントしてるもんね。一番右のすんごい速く動いてるのは秒速なんでしょうね。ってことは2秒ぐらいしかいられないわけか。右側の車線には。そういう意味では。私たちのこの体感でいうところのね。だからもうカチカチカチってやってるのも2秒ぐらいだから、2分ぐらいずっとウィンカー開けっぱなしっていうのがすごいことになってますね。そういう考え方でいけば。うわ、来てる後ろから。OK。強そうだもんね、この人ね。これ話続きがあるのかな？じゃあ、今回これぐらいで終わりにして、また、次の動画にしますけど。ちょっと待って、次の動画にしますね。ちょっと待ってね。